響き、お前また太った？なんでまた、何もしてないのになぜ太るんだ。いや、何もしないからだろ。ようこそシルバーマンチームへ。何これ、スポーツクラブってみたいな爽やかイメージだったんだけど。おい、ソリュウに適当な理由つけてさっさと帰ろうぜ。こいつ筋肉がち。おはようございます、さくらさん、ソリュウインさん。マチオさん、マジ惚れるわ。そう、再度挑戦すれば。再度チェスト。爽やかイケメンフェイスからの合成写真みたいなゴリマッチョボディは一部の無駄のない鍛え上げられた筋肉。軽くすぎて痛いさ。筋肉に惚れたのかよ。いやー、動的ストレッチっていいな。これだけでも結構運動した気がするよ。すまん、水着が破れた。さくらさん、ついでにサンドバッグも殴ってみる？ほら、教えてあげるからやってみよう。それでは早速、抽選を開始します。あら、抽選ボックスもスクリーンも何も出てないけど、どうするのかしら。29番、29番の方おめでとうございます。81番、44番、3番、105番、7番、56番、出ました、35番。あれ、立原先生当たってるじゃん。おめでとうございます。当選者の皆様には豪華賞品を進呈いたします。男をはべらせる願望もちゃっかり叶えてるよ。では当選者の皆さん、記念写真を1枚参りますぞ。3、2、1、はい、ポージング。いつの間にかこんな時間よ、マチオさん。そうだね、じゃあそろそろ行こうか。楽しみだわ。うわ、なんか怪しいテントに入ってった。もしかして相引き。でもまさか。デバガメタイムよ。犯罪者みたいな思考してるな、お前。あれ、なんで2人がここに。いや、ちょっと遊びに来てて。それより2人ともその格好は。今 TDL はイベントをやってるのよ。それじゃあ2人はコスプレイベントに参加しに。いや、マナスコミ以来ハマっちゃって。その話を聞いて誘ってみたの。 TDL でもコスプレイベントやってるのは知ってたから。なんだよ、もう紛らわしいな。だいたい TDL まで来なくても大胸筋はジムでもしょっちゅう見れるじゃんか。分かってないわね、響き。普段見慣れた筋肉でも環境が変わるだけで新鮮に感じるでしょ。ましてやマチオさんほど美しい大胸筋をしている人はそうはいないわけだし、レザーアーマーと大胸筋の組み合わせが控えめに言っても最高だと思うよね。もちろん普段のトレーニングウェアから除く大胸筋も最高で最強なんだけど、おまんっていうのか。怖い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 。今回は大胸筋が特に良い仕上がりだよ。インクラインベンチを頑張ったおかげかな。ナイス大胸筋。二人ともどこ行ったの？置いてくなんてひどいよ。乗り物酔いでダウンしてるうちにいなくなっちゃうんだもんな。ま、いっか。せっかく制服ディスティニーしてるんだし楽しまった。普段こんな格好できないしね。でもこんなところ知り合いに見つかったら絶対死ねるな。アイナ先生。知り
居合に見つかったら絶対死ねるな、絶対死ねるな、絶対死ねるな。アイナ先生、立花先生、このことは、ええ、なかったことにしましょう。着いたわ。この上が神社よ。階段長っ。歴史だけじゃなく階段まで長くするなよ。山頂の方雲がかかってるんですけど。ここで祀ってる神様は竹マスクルの神っていう筋肉の神様なんですって。筋肉系の願い事がよく成就するらしいわ。そんなニッチな神様いるかよ。なん、私たちにぴったりだろ。そうか、なんか気乗りしねえな。あ、この神社恋愛成就でも有名みたいよ。え、相手がいない人でもすぐに恋人が見つかるとか。よし、張り切って散歩しよう。そうか、二人は不参加か。ツアー中はミスターコンテストとかイベントが盛りだくさんで楽しくなりそうなのに残念だな。ミスターコンテスト、マッチョ、大胸筋、イケメン、彼氏ゲット。さて、これで参加人数が確定したし、ツアー会社に連絡しとこ。参加します。これよりミスター生の島コンテストを開催いたします。おー、イケメンコンテストが始まるぞ。筋肉のはずだったんですが、参加者が集まらなかったため今年のミスターコンテストは中止とさせていただきます。